こんにちは、ブルーホースです。ということで、やっていきましょうか。金の墓カップ。なんか、カタカナのものもあるのかなと思ったけどさ、そしたら急にこの墓カップってさ、なんかリーフカップとかじゃなくて、木の葉なんだね。でも、葉って確かに、なんだろう、あ、違う違う、落ち葉じゃないから、なんか、木の葉だったらリーフでよくねって思うんだけど、いやー、もう本当になんか、どっかのパート、忘れたもん、パート1だったかパート2だったかさ、なんか、ストレートに全部1位を取って終わりたいよね。あー、お尻。ライダースーツのケツってなんかエロいよね。ということで、今回は初のですね、バックにチャレンジしてみようかなと思います。ちょっと、重っ。あんまり打ってないからね。うわー、ちょっと待って、バイク操作しにくい。ずっとカートでやってたせいもあるけど、バイクの操作慣れなさすぎて、多分今回無理かもしれませんね。はい。きっと無理でしょう。うい、うい、邪魔。オッケー。なんか誰か引かれたような気がするけど、そんなことはきっと気のせいでしょう。バナナー。まあでもね、各カップのさ、1回目くらいはストレートにクリアしたいよね。ということで、はい、こっち、いやー、なんか後ろからミニクッパちゃんが来てますね。いや、待って、ちょっと待って、バイクマジでむずいな。慣れないな。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、なんで今逆行ったの？スーパーバカじゃん。そんな操作ミスある？まあ、操作ミスなのかも。だからマジで、ここコンね、なんかね、嫁が好きでさ、スプラトゥーンをよくやってるんですけど、あーった！今のは僕のミスです。なんか、スパをやってる時にも、なんでそんなとこ塗るのって言ってね、結構ね、やっぱ事故が起こってるっぽいから、このプロコンがもしかしたら良くない可能性は、まあ、大いなる確率でありますよねって痛いんだよね。うわー、ちょっとむずいな。シンプルにむずいな、バイクって。よし。よし。ちょっと、おー、これでクリアするのは至難の技ですね。よいしょ。慣れれば多分ね、バイクの方が早いんだろうな。ほら、俺全然ぴょんぴょんしないじゃん。まあまあまあ、これはいいわ、これはいいわ。よいしょ、オッケー。よいしょ、ピュッと。ほら、最寄りの Q さんとかさ、結構うまいじゃないですか。あの人、バイク使ってるもんね。バイク派、バイク鈴木の、ヤマハ、日本だ。よいしょっと、ディーン。まあ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 、まだ焦る時間じゃない。よいしょ、うん、オッケー。アイテムさえ取れれば、とりあえず1個防御系が欲しい。防御系。おー、危ね。危ね。よし、オッケー、防御。で、ここでアイテム2個取れれば熱いんだけど、まあ、結局1個だよね。そんな予感はしてたよね。あれ、なんか、いつの間にかすげえ相手ね。ありがとう。なんかわかんないけど、なんか1ステージ結構こういうケースが多いよね。ごちそうさまでーす。ありがとうございます。すいませんでした。で、やっぱり、なんだろう、レース系のゲームってさ、ゲーム展開が早いからさ、そこら辺はさ、なんか、こう、ベラベラ、なんかね、こう、もっとスピード感のあるような、なんか実況ができたらいいのかなと思ったりもするんだけどさ、やっぱ、おっさんだからね、頭の周りも下の周りもね、いろいろとね、そってね、おっさんっていうことを毎回のパートで、いいわけに使うじゃん、いいわよということでさ、行きましょう。ベー。さあ、始まりました。レースでございますね。まだ始まってね。今、スタートしました。そしてなぜか、スタートダッシュをすることができなかった。きっとそんなことは気のせいで、そしてアイテムをすることができません。しかし、そんなことも気にしないで、どんどん中に入っていきましょう。さあ、侵入。侵入経路はこっちでいて、なぜか、全然曲がることができません。さあ、そして謎の2位。さあ、1位が一体どこに潜んでいるのかっていうのは分からないんですけど、わあ、いきなり飛び、じゃん。2位から3位か3位に落ちております。さあ、インコースを攻めていきながら、さあ、危ない武器を使っているやつがいるんだけど、そんなやつはきっとこんなスピードダウン、スピードダウン、そんなことは禁止で、さあ、ぴょんぴょんぴょん行きましょう。さあ、後ろに投げて、さあ、誰かに当たって、きっとキングテルさんに当たっているでしょう。いや、キングテルさんに当たってないのかな、わかんないけど、さあ、そんなことよりもコインを貯めていって、さあ、前半戦はコインを貯めて、普通のスピードを上げていくことに従事していきましょう。そして、目の前で、コインを奪われましたが、さらにコインを回収して、さあ、緑 VS 紫でございますね。どっちも原色でございます。紫って原色なのはよくわかんない。まあ、ホワイトはね、オフホワイトとホワイトって2種類の色がありますからね。そんなこと言ったらアンミカに怒られてしまいますから、ということで、さあ、早速、あいつの目の前で爆発チンチン、ドゥーン。誰も爆発しなかった。残念でございますね。はい、きっと緑がね、なんか爆発してくれるんじゃないかな。先週は爆発しってね、なんか、先週爆発って言い始めた。誰だっけ、危ないー。俺、まあそうだよね、今のは俺になるなっていうのは分かってた。ちょっと待って、すごいな、大きく水を開けられてしまいましたな。そんなことはきっと気のせいでしょう。さあ、キノコ4つくらい、1個しか取れてないけど、キノコ4つくらいくれないかな。なんでここでコイン、攻撃技ですらもないよね。はい、
でなぜかね、あのこうやってねちょっと差が開くとね、あの手加減をしてくれるんですよ。優しいよね。ブーン。さあスリップストリームのお時間です。できませんでした。さあ抜いておしまい。オーケー。邪魔。他のステージってショートカットあるのかな。まあないんだったらもう仕方がないよね。まあ、とりあえず何か攻撃を受けた時のためにやっぱりあれですね、キノコというリカバリーを持っておくのは正解なのかもしれません。ということで後ろの方でキラーがブン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 言っているんですが、危ない。リカバリープラン発動。ドゥーン。チュイチュイチュイ。でということで、あい、あーアイテムは2個欲しかったけどな。2個欲しかったんだけど、まあ1個で十分でございます。あー、いらないアイテムですね。あ、まあいるかいるか。これこの自力の自力の差が出るかもしれませんので、はい、ありがとうございました。私の勝ちでございます。緑の姿は全くもって見えますね。見えたんかい、見えるんかい。はい、アンミカの呪いから呪縛から解かれて呪い儀式毒召喚。呪縛は知らないけど、とりあえずマグニフィコ。だから前回うざーって叫んだ瞬間あったじゃないですか。あれの時にね、マジでね、2回酸欠になってるからね、あの実況の中で。2回酸欠になって、マジで死にかけてくから、うん、あのね、いつかね、心筋梗塞とかで倒れるんじゃないかなと思うけどね、そうなったら、俺何のためにね、毎日、健康に気を使って筋トレをしたりとかさ、食事に気を使ったりとかしてるのかって、全く意味がないからね、まあ、もういずれさ、アイテムが取れないのは仕方ないんだけどさ、いや、してないよ。もう いずれ死ぬのはもう仕方ないんですよ。もう寿命が尽き果てるっていうのはいつか来るんだからさ、悲しいかな。でもそれはすべてのね、生き物もう植物も動物も含めてさ、誰もが避け得ないことだから、もうそれは仕方ないですよ。だって太陽にすら寿命があるの。太陽とかさ、地球にすら寿命があるくらいなんだからさ、そんなさ、たかがさ、一時代を築き上げた人間様がさ、それを支配しようなんていうことはおこがましいことなんですよね。うん。何の話ねえねえ、何の話で、ブン。で、それはいいんだけど、それはいいんだけど、そんなこと言いながら、もわーくか邪魔ふいー。で、そんなこと言いながらも、やっぱでも死ぬのは怖いじゃん。せっかく授かったせいでございますからね。預かるって誰からだよっていう話なんですけど、授かったせいでございますから、それはね、一生生きてたいよって話なんだけど、一生っていくかー。そうね、授かった命はやっぱ大切に使っていくっていうことは非常に重要なことなんでございますが、そうまあまあそんなことも言いながらピョンと飛んで、なぜか脱出ができない。邪魔。1位どこ行った。よいしょ。わー、これここで使うのには怖い武器でございますね。ちょっと待って、すごいこのステージすげえ曲がりにくいな。よいしょ、ほいグン。ほい。くらい。くらっただろう。ギリギリを攻める。ギリギリ。崖の上に今日に。フラフラ。知ってる。ルイジ総選2番人。バイバイ。お前はね、あれだろ、なんかもう3回ともここで落ちてんだけど、マジで腹立ちんこやな、ほんとに。腹立ちんこ、ちょ、お前が名前切りもなんかそういうの、えい、くるい、ゼバミサロセン、くる。やばいな、でもコインがないんだよな。コインがないとな、自力がな、結構きつかったりするんだよな。チュン、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 ドゥン。よし、さっきからここで苦しんでるんだよな。ラジバンダリー。さあ、空を飛んで、宇宙の彼方へ。さあ、行くぞ。コイン、デン。アイテムが取れなかった。これは非常にまずい。よし、オッケー。いやー、ちょっと待って、ギリ。コーナーをかける。ブンクは首。もう二度と使わない。もう見切った。俺の技術力じゃ無理だった。だからああいうのはドリフトとかがめちゃくちゃ上手い人とかがこうなんかカーブとかくねくねするようなところでね、やっぱりこういうなんかギリギリのところをラインを攻めていくようなテクニックがある方にとってはまあ上手いんだろうけど、俺みたいにド素人がねバイクなんか使ったらもうダメよ。あんな事故が起こるんだもん。ほら見てみ、今さ、コインの間をすり抜けるようなやつよ。どっちか取るよっていう話なのに、そしたらもできないような技術のやつがさ、バイクなんか乗ったらもう無理よ。まあもともとね、僕親父からね、うちの家庭ではバイクダメだからって言って禁止されてるような家庭だからさ、もうバイクというものが一体どういうあれなのかっていうのも、ね、全然分かってないですからね。はい、せいぜいチャリンコだけです、乗れるのは。うん、ということでピョンドゥン。オッケー。なんだ
ちゃうちそみたいな、マジムカつくやろ、おめえ、麦島署に閉じ込めてっかもな、バーグ、ほんとに。ざけんじゃねえぞ、もうこれ。てか、なんかね、あのね、どうでもいい、順位とか、ウルトラどうでもよくって、ただ単になんか、引かれたときに、ウルトラムカつくから、シンプルにやり返したいっていう気持ちが強いよね。ウィー、あれ？あ、雷で撃たれたからあれなのか。慈悲深き神様のおかげで、おめえには青コーラのダメージは受けないで済ましてやるよって言って許してもらったのかもしれないね。ここがなんかね、あ、ちょっと待って。ドリフトがいかない。よ、いかないしね、ほんとにね。もうほんとに。なんか、ああ、柵に行った瞬間、なんか、音符の流れがドゥン。音符の音がチーンってなっとったね。さあ、バナナ1個か。心もとないけど、なんとか逃げ切るしかないですよね。さあ、最終レースが始まりました。さあ、最終盤。3周目を走っているの。さあ、トップは悪い時、このトップで終了。以上。実況とは？あれ？ここか。ああ、なるほどね。土管が4つあるのか。あれなんかさっきとパックの位置違くねって思ったけど、そういうことだったのね。はい、それすらも分かってない。もうコースの未把握レベルが高すぎて、あまりにもちょっとダメな予感がする。はい、終わりました。はい、ゲーム終了です。また私は勝つことができませんでしたと。ちょっと待ってよいしょ。あ、これなんとかいけない、真ん中。よいしょ、いけ。あー、いやー、最後の最後に操作ミスでまさかの左に舵を切るとはね。コントローラーのせいじゃないっす。もうこれはもう完全に僕の油断と、下手くそ草加減がみんなを何度も巻き込んでしまっているという、そういう次第でございます。いやー、ひどいなー、本当にね。こんなに下手くそなやつがさ、コンピューター相手とはいえさ、いや、俺1位取るっす、やっぱりっすとかって言ってんだぜ、なってるよね、本当。ごめんね、誰に謝ってるんだって話なんだけど。でね、なんかいろんなマシンをなんかいろいろ交換しながら使ってってるけど、これが今一番使いやすい。すげえなんかこう曲がりやすいというかもう俺この初心者用のやつでいいやほら、こんな曲がりやすくないね。ゴリッと今雷でビャーンって打たれたね。ちなみにこのカップの最後のステージって何だったっけね。もうそれすらも分かってない状態なんすよ。よいしょーい、ほいオッケー、さあ行こうか。ああ、来たねー、まだ来たねー。そして、毒キノコが私を抜いていくと。私を抜いてくださるみたいですね。私を抜いてごらんなさい。アイテム取っていきやがって、ニコトマよ。ほんとに。よいしょー、ほらー。いいのか、貴様。はっはっはっは。サラダバー。ちょ、あんた1個しか取れなかった。飛べ。あれ？くそ、ちょっと待って。このラスト一周怖いんだよな。このラスト一周がマジで怖いんすよ。よいしょ、あ、くそ、引けなかった。嘘だろ！怖いとかじゃない。ただの自滅。今でさっしゃー、ジューン。クッパバックパッククッパー。よし、オッケー。逃げ切れ。あれ、なんか知らないけど、キノピコがものすごい後ろに後退している。なぜだ？何が起こっているかわからないけれども、今がチャンスです。そう、こういう時の運も多少あるからな。よいしょ、オッケー。ぴょん。アイテム取れないのは痛いけど、もうこれ逃げ切るしかない。逃げ切れ。いけ。後ろから。あ、やった。キノピコくるくる回ってやがる。ザーマービサラスってんで、バーロイ。よっしゃ、来たー。ラストステージをお待たせしました。私のことをハグしてチューして抱きしめて。めっちゃ抱きしめますやん。あ、だからそういう叫び声を上げたらまたね、酸欠を起こすんだ。あー、頭痛い。酸素ボンベはないから、残念ながらさ、飲み物、あ、
あれこれ何が最短ルートだったっけ。64と一緒、64と一緒だったらまだなんとなくわかるんだけど、すごいなルイージ、よくそんなバイク乗りこなせるね。俺おっさんには無理ですよね。よいしょー、ほい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 、これでいいのかな。64だと確かここが最短ルートだった気もするんだけど、違ったらごめんなさい。ここのルートが一番早いよということをぜひ皆さん教えてほしいんだけど、うん、まあ半年前くらいか、年末スペシャルでさ、弟とやったやつやったじゃないですか、ヨッシーバレーの時、あれひどかったよね、ほんと。ヒュードロ池なんかさ、もう何回死ぬのみたいなさ、どこにバナナ飛ばしてんのね。ちょっとお腹に出しなさい。うわ、今のは多分バンされるな。今のバンだな。うん、大パンだな。よし、オッケー。ってかそもそもあれだよね、出す時はちゃんとさ、装着物を装着しとかねえ。これを自分の死後とかにさ、孫とかヤシャゴとかさが、まあ、その当時に多分 YouTube よりもさらにいいプラットフォームとかができてるのかもしれないけどさ、なんか自分の子供とかさ、おじいちゃんってこんなことで遊んでたのよってさ、おじいちゃんの声聞きたいって言ってさ、これ見た瞬間にさ、すげえがっかりするだろうな。まあね、5歳とかさ、10歳くらいだったらまだ見せてもギリセーフかもしれないけどさ、なんかその意味が分かってくる13歳くらいとかになってた時にさ、お腹とかさ、ね、装着物とかってなってきたときに、多分とんでもないことになると思うね。多分ありとあらゆる子孫たちにぶち殺されそうな気がする。なんかもう墓という墓を荒らされまくって、で原型をとどめなくなって、でね、絶対にこのクソジジイと同じ墓には入りたくないみたいな状態になんかされてしまうような気がするんだけど、いつの間にか忘れられた、てれれて、今日は卒業式。なんかわかんないけどさ、こうやってさ、すげえ空いてるんだよね。空いてるんだけど、空いてるのはすごい喜ばしいことなんだけど、こういう時に限ってね、なんかいろいろ来るんだよな。そうなんだよね、知ってた。お待たせしましたー。で、こうやって油断すると、また、最後の最後で抜かれて、で、無言で切って、で、はい、こんにちは、ブルーホースですとかって始めてね、なんか急に第2レースが始まったりするんですよ。そんなの誰が見たいんだって。もうさっさと一発でクリアしやがるってんで、だっておめえここスーパーと一撃でクリアすることができてんじゃねえかっていうことだったんですけど、はい、お疲れ様でございました。ゴールしたいけど俺の勝ち。ビー余裕ブレーキをかけてもひっくり返らない。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったでございます。はい、ということでね、今回は第3ステージのなんかあれなんだったっけ、レインボーロードじゃなくて、なんか音楽いっぱい鳴ってる道路、うん、で、苦しんだ、事態が起こったんですけれども、なんとかね、無事クリアすることができたんで、まあ、なんとかね、はい、着実に、少しずつ、オール1位を取ることができていっているということでございますんで、まあ、そこはご容赦いただけたらなというふうに思います。さあ、なんかルイージが、カッコつけていますけれども、残念でした。あれ、俺なんか持ってたっけ？あれ、勝手にくるっと回っただけ？コイン、ベー。あ、こいつか、犯人。次のレースでタヌキマルが会った時に、もうあれバナナ5連発与えたろう。ということで、タヌキカップじゃねえや、コノハカップだっけ？クリアーと。なるほどね。コノハカップだから、タヌキマリオがなんか、あれだよ、いじらしいことしてんだ。尻尾生えとんの、どんな状況やねん。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。では、また。バイバイ。